はい、どうも皆さんこんにちは、クロシです。今回は、ペリじゃなかった、パラベラムを使ってやっていきます。パラベラム軽量ですね、使ってやっていきましょう。無駄にちょっと若干テンション上げてやってるんですが、今テンションが全く今のところ上がっておりません。今回はね、理由がありまして、まあ昨日動画を休んだ理由と同じなんですが、同じ手がね、もうあの理由は同じ理由なんですが、自分の持ってるハードディスクね、今自分ハードディスク2台体制で使っていまして、片方が、動画用、片方がゲームとか他の保存用かな、として使ってるんですね。の、動画用のハードディスクが死にました。はい、完全にお亡くなりになりましたね。ワンチャンサポートセンターとかに持ってきゃ治るかなぐらいの勢いの感じで、かなりね重症です。刺すだけね、あの下手したらパソコンが動かなくなります、とんでもない重症具合なんですが、危ない。ということで、まあ動画が紛失したと、昨日撮ってた動画がなくなりましたと。でね、まあちょっとそれも結構自分悩まされたんですよ。なんでさ、パソコンが突然起動しなくなって何なんだろうと思ってずっと調べたりとかしてて、でそのやっとの思いで発見した、やっとの思いで原因回収したと思ったらハードディスクだったんですね。ということで、ハードディスクが行ったということで、自分は、動画が全部紛失しました、これまで。一応ね、自分これまでの動画全部撮ったんですよ。なんでかわかんないですけど。てか、理由はないですよね、セックスは。全然当たらん。足殺したわ。なんでこの銃持ってくるんだろう。銃持ってくれるの分かったね。ロードして。ということで、まあ、そのようなことがありまして、昨日動画投稿できませんでしたと。いった感じになります。すいません、本当に。いや、まあ、最悪ツイッターでもやよかったんですけど、ちょっとね、もう急いで原因究明をしてて、まあ、疲れてね、そのまま、いろいろゲームやってました。もうね、さすがにストレスっていうか、なんかね、さすがに疲れちゃって動画を撮る気になれませんでした、申し訳ない。やっぱ死ぬな、やべ。うわ、最悪爆発した、ロケットが。ということで、一日は締めをいただきました。でね、3日前の動画があったかな、173回かなんかのドミネーション動画なんですが、すみません、非公開にさせていただきました。ドミネーション動画ね、楽しみにしてくださった方もいたと思うんですが、まあちょっとね、一人コメントをいただきまして、動画止まってるよっていうコメントをいただきまして、なんだと見たら、本当に止まってましたね、動画は。全くうんともすんともしてませんでした。まあおそらく原因はわかります。今回のハードディスク不良と全く同じでしょうね。うわ、強いこいつ。普通に猛者だね。まあって感じでね、いろいろそういうね、事情があって多分動画が止まってたんだと思います。間違いないと思いますね、間違いなく。まあほぼ間違いないでしょう。多分なんかそれで、録画とかもじゃ、なんでもずっと打ってくんだこいつ。強くね、今の位置。まあ、という、いろいろ理由があったということで、まあ、無事ね、自分は、昨日動画用ができないということで、決着しました、一応。上のやつ喋られるね、あんまり。上に喋られたら終わりだよ、結構。やってんの？どうしようかな。もうね、ここ最近ね、なんかめちゃくちゃハードディスクが不具合を起こすなと思ったらね、とかパソコンがね、若干起動しなかったりとかして、何の不具合だと思ったらね、単純にそういうことでした。いやー、やられましたね。基本的にこういうことになったことなかったんで、まあ、かなり初体験なんですが、基本ハードディスク壊れたりとかしたことないんですよ、自分。結構ね、前のパソコン安定してたんで、そういうね、なんか事故系なことって起こったことなかったんですが、まあ今回初めて起こりまして、まあいろいろ対処に手間取ってしまったと。最初はね、OS が死んだかなと思ったんですよ、自分。最初はなんですけど、これは。最初 OS が死んだと思ってて。で、それをまあ想定して、いろいろやってたので、まあOS のことしか調べてなかったせいでね、結構その後の処理が手間取ってしまったりとかしてね、VS やしたか。なんで、まあ、いろいろあったんですよ、そういう風にね。もうしんどいっすよ。パソコンってね、こういう時で嫌なんですよね。
多分ね、プレステ4とかあったら結構これすぐ解消できるんですよ。ゲーム機だから。パソコンっていうのはパーソナルコンピューター、コンピューターなんで元々がゲームする機会じゃないんでね。そういうところはね、良くないですよね。わっ、お前強すぎ。さっきも強かったんだな、この人めっちゃ。強えなぁ。仲間のレベルが上がってきてるね。マジ、ガムに。うわ、早っ。え、マジ、そこにそれがなくね？え、サル撃たれたか、今。寸前で。めちゃくちゃ速いわ。え、やばくね？検証動画必要なレベルで速かったよ。なんで今。半端な。さすがに速すぎるわ、キルスピードが。なんで今。すげえ速さ、今の。それ信じられんレベルだ。やるか。こいつのパス、ペロスさせねえや。はぁ、でね、まぁ、あ、もうすでに自分は疲れ切ってるわけですよ。もう正直動画撮る気力もなかったんですが。まぁ、あ、さすがにね、せっかくチャンネルもなんだ、波に乗ってきたんで、ちょっとね、せっかくなんでね、やっぱ動画投稿は続けていきたいなということで。まあ、一日休みもらったということでね、気を取り直して今日から動画投稿していこうという意思で、撮っております、動画を。はい。まだいんの？もういないでしょ。うわ、SR いいのかよ。SR はめんどくせえから行きまーす。SR 対処してられないっすね。は？おい、マグショー。それはクソ。まさにマグショーはクソすぎて。敵狙ってないもん、完全に自分。それはつまらなすぎるですが、って感じですね。ため息しか出ないっすよ、こんな。ここいるんだよな。あれ殺してくんねえかな、あいつ。ナイス。ね、まあ本当に困り状態なんですが、まあ一応ね、サンテラー全部使い切ったんですけど、前のやつは使い切ってはないんだけど、ほぼ使ってる状態だったんですが、まあかろうじてね。うわ、後ろいんのかい。そしていんの、おかしくね。味方、今なら味方にせいにしても許されるレベルの味方広すぎる。まだ広すぎませんかね、ゆかさん。でも死んだらそこですよね、多分。思いっきり味方いるんだよな。味方がいて挟まれてんだよな。どういうことですかね。味方がいて挟まれるとか意味不明だからね。強打直すぎる。まあということで、ここからだけはね、通常進行の動画になります。のでまあ今回ね、てかここからってのは終わりなんだけど、うわ吸収か、押しすぎる。死んでくれ。終わって、そして終われ、早い終われ、粘るな、終わり。はいはい、ということで、まあね、ちょっと昨日ね、取りだめ3本ぐらいしたんですけど、まあ明日から通常進行だけ伝えておきましょう。ご視聴ありがとうございました。